ないの。ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。数ヶ月ぶりに単発の旅行映像作品をお届けしたいと思います。現在地は神奈川県横須賀市の三笠公園です。下調べが甘かったせいでまだ空いていないんですけれども、11月から次の年の3月までは午前9時から午後8時まで空いているそうです。フェンス越しで見づらいんですけど、園内に目を向けると画面中央の方に東郷平八郎の銅像が立ってますし、日露戦争最大の激戦日本海海戦の指揮を執ったと言われています。その隣には戦艦三笠、東郷平八郎が実際に艦隊の指揮を執ったと言われている船が記念館のような形で展示されています。それを踏まえた上でお届けする今回の旅の内容を発表します。東京湾に無人島があることをご存知でしょうか。その名も樽島と言います。三笠公園からフェリーに乗ってほんの10分で気軽に行ける無人島です。その無人島猿島が一体どんな場所なのか、実際に歩いていろんな風景を見ていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。あちらに三笠ビジターセンターがありますので、チケットを購入したいと思います。こちらが三笠ターミナルです。そろそろ三笠ターミナルの営業時間なので館内に行こうと思います。9時25分までに奥の出口出ていただいて、はい、左側の和下田温泉に沿って並びください。ありがとうございます。タブレットになりますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。猿島行きの往復乗船券1500円と入園料500円を組み合わせたチケットを購入してきました。この入園チケットを投函する箱に入れてから乗船することになっているみたいです。残り21分後にフェリーの乗船できるということが分かりましたので、ゆっくり待ちたいと思います。後ろに見えているのが猿島行きのフェリーです。遠くへ目を凝らすと工業地帯が見えるんですよね。平日だから混み合うはずはないと思ってたんですけど、全くもって想定外、めっちゃ混んでます。行ってきます。おはようございます。行ってきます。座席こんな感じになってます。川上りの座席なんかもあったりして、ここが一番猿島を見るにはベストポジションだと聞いたので、フェリーの船首の方までやってきたんですが、結構揺れてますこの船。石垣島の悪夢を思い出してしまうんですけれども、あの時本当に死ぬ思いしたんで、もうそろそろ出航の時間です。2023年11月15日9時32分、三笠ターミナル出発です。まずはこの東京湾渡っていきましょう。本日少し風が強いため沖合に出ますと、この船大きく揺れることがございます。船もうめっちゃ揺れてる。
大丈夫かなこれ本当に。八重山諸島ほどではなかったですけど、結構波がバッシャンバッシャン来て、数ヶ月ぶりの命の危険を感じました。まもなく上陸の時間です。猿島の桟橋に着岸できました。今乗客の方が次々降りていらっしゃいます。ちなみに横須賀の町がだいぶ遠くにあります。まるで立体模型のようです。ありがとうございました。お世話さまです。船を降りて桟橋を歩いて、早速波の音が聞こえますし、ここまで来れば怖いものはないです。こんな感じで、そうそう、今気がついたんですけど、桟橋を渡り切るとお手洗いあるんですね。ちなみに猿島から三笠ターミナルまでの時刻表ですが、11月から2月までこんな感じに1時間に1本全部で7便だそうです。桟橋から反対側見てみるとちょっとした坂になってます。少し降りてみようと思います。横須賀の街と東京湾を一望できる場所になってます。さらにこんな感じで猿島と、まるで手厚く歓迎してくれるような雰囲気がありますよね。では猿島散策始めたいと思います。で、先にお見せしたいものがありまして、猿島ウェルカムセンターという建物があるんです。その真正面にこのようなテラス席があります。この旅行の最終盤でまた足を運びますので、ご記憶に留めていただければと思います。無人島と聞いてこんな整備された道を見ると、どこが無人島なんだろうと思うかもしれませんが、ここ正式には猿島公園といって横須賀市が管理している公園なんだそうです。だから隅々まで手が行き届いているように感じますね。補足で説明をしておくと、首都東京を守るために幕末から第二次世界大戦が終わるまで要塞として機能していたそうです。その名残として当時を忍ばせるものがいくつもあるそうです。ご覧いただいている通り、幻想的な風景が広がっています。こんな南京錠がかかって扉ですとか、戦前の面影がそこかしこに漂っているように感じます。歩いているのは霧通しという場所なんですが、先ほど見ていただいたような弾薬庫が並んでいます。よく見るとレンガの色が不揃いですが、当時のレンガの調整技術、レンガを焼く技術が発展途上にあったという話です。
よいよ猿島公園一番の観光名所、フランス積みレンガ建造物、そのトンネル内を歩いてみようと思います。トンネルの内部はこのようになっていまして、レンガの色が場所によって違うことがよくわかります。この中にも貯蔵庫として使われていたような痕跡も見えますし、ここは砲台地下施設なんだそうです。トンネルの外に出ました。トンネルを抜けますと、こちらにもトンネルがありまして、こちらにもトンネルがあります。まずはこちらのトンネルから向かってみようと思います。トンネル内に入りまーす。あー、これすごいですね。落ちた形跡がありますね。ここに地図があるんですけど、現在日蓮洞窟が通行止めになっていて見学できないそうです。したがってこちらに階段がありますので降りてみようと思います。そろそろ見えてきました。宇野崎広場というそうです。こちら側が千葉方面。反対にこちらが東京方面なんだそうです。この映像を撮った日はあいにくの曇り空だったんですが、天気が良ければスカイツリーも一望できるそうです。それから画面よく見ていただきますと、有料の双眼鏡がありますし、こちらを見ますとゆったりと過ごせそうなベンチやテーブルが設置されています。それでは再びこの坂を登って元の場所に戻りたいと思います。宇野崎広場から戻って今気がついたんですけれども、ここにはかつて砲台が設置されていたんですね。これがその砲台の跡です。先ほどの砲台の跡から歩いて数秒の場所にも砲台の跡がありました。それでは先に進みたいと思います。また道が二手に分かれたようです。こちらに行くと切通しの上を歩いて戻る形にはなるんですが、直進することはパンフレットによればできないそうです。無難な方を選びたいと思いますので、今回は最初に通ったレンガ造りのトンネルに戻る道を進みたいと思います。3つのトンネル全て通過し終えました。ここ明治時代の第一砲台ということで、王子を忍ばせるものがほぼほぼ綺麗な形で残ってます。振り返ってみると猿島1時間で散策できましたので、この旅行映像作品の最初にお知らせしたボードデッキ、
そのボードデッキで楽しめることをご紹介したいと思います。引き続き最後までご覧ください。ボードデッキの近くまで戻ってきました。さてここから先は、そう思ったあなたのために、猿島で唯一美味しいものが食べられるお店をご紹介したいと思います。こちらは猿島オーシャンズキッチンさんといいます。猿島オーシャンズキッチンさんのメニューこんな感じになってます。軽食の方はこんな感じです。お食事メニューはこんな感じです。アルコールメニューこうなってまして、横須賀ゴールドというクラフトビールも注文できます。こちらはソフトドリンクです。営業時間は午前11時から午後3時までとなっています。すみません、注文お願いします。猿島オーシャンズキッチンさんで注文した料理、まずこちら横須賀ゴールド1杯600円、そしてこちら鶏の唐揚げ500円でした。いただきます。あ、色合いもいいですし、喉越しも爽やか、すっきりした苦味があります。その上でこの唐揚げ食べてみましょうか。ちゃんとフォークがついてるんですよ。素晴らしい。肉厚でジューシーで、この横須賀ゴールドとよく合いますね。猿島と三笠ターミナルの間で運行しているフェリーがたった今出発したようです。今回の旅行動画はどうでしたか？ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。